願いします。はい、皆さんおはようございます。チャプター7、第3戦ジーニアスプロジェクトカップということで、改めまして、奈良チャプター会長の小出です。今日はよろしくお願いします。ちょっとあいにくの雨なんですが、今週、水曜日から金曜日まで開催されるトップ50の開幕戦に、参加されるトップ50の選手も十何名、出られております。大谷翔平さんの言葉じゃないですけど、憧れるのはやめましょう。使い言いたかったんですこれ。こんなチャンスは皆さん、NPC の方はこういうチャンスは滅多にないです。トップ50の方も本気出されないかも分かりませんけど、こういうトーナメント一緒にできることはないと思いますので、十分に楽しんでくれて、ちょっとあいにくの天気なんですけど、もうそのポテンシャルを。おはようございます。ジーニアスプロスタッフのしらすです。あいにくの雨なんですけど、たくさんご参加いただきありがとうございます。一応事故とかないだけ注意していただいて、一日頑張ってください。お願いします。まず高校制限なんですけど、上流スロープ60手前に、ピンクの丸い目印を、両側につけてます。スローになるんですけど、その30分間の間にここ通過のみ。前回、優勝の大原選手に引いてもらいます。ちなみに大原選手何色ですか？青色ですね。どうぞ。第一フライト赤です。第一フライト赤、第一フライト帰着1時です。第一フライト帰着1時です。第二フライト、帰着1時10分です。ジーニアスプロジェクトカップ表彰式の方を始めたいと思います。まず最初に、冠スポンサーいただきました青木さんより、挨拶の方いただきたいと思います。皆さんお疲れ様です。この後くれぐれも体調崩さないように休んでください。僕はボロボロです。Thank you.
ないですか、ここ太ってるの。あれ出るわ。はい、まあ今日の旅こんな感じで。はい、今日の旅。はい、ありがとうございました。